トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。皆さんこんばんは。6月入って約1週間が経過しましたけれども、もう梅雨入ってるんですかね。まあ、日本の九州とかあの辺りはもう梅雨入りは宣言はされたらしいですけれども、結構早かったですよね。なるべく早く梅雨抜けてくれたらいいななんて思うんですけど、去年早かったじゃないですか。あれぐらいのこうスパンって抜けてくれるのがいいのかななんて思うんですけど、果たして今年はどうなることやら。僕の髪の毛は、くるんくるん真っ只中でございます。そして、今日はですね、先日開催されましたグロリアスワールド発売記念イベントの感想をたくさんいただいておりますので、お便りたくさん読ませていただきたいと思っております。お付き合いください。あと参加してくれたみんな、改めてありがとうね。ということで参ります。トキ俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、トキ俊一です。雑談なんですけど、この今深夜からこの19時半っていう時間に変わって、今こうやって流れてるこの何メッセージを読ませていただく時の音楽変わったじゃないですか。まあある種これボサノバチックな曲になると思うんですけど、僕ね、なんかボサノバとかを聞くと、なんかね、僕はね、しとしと雨が降っている、窓辺でお茶をしているみたいなね、こう情景が頭に浮かぶんです。曲にさ、そういうなんか風景とかイメージをするってよくあるじゃないですか。例えばもっとラテンのリズムになると、太陽さんさん降り注いでる中で人がもう元気に遊んでるとか踊ってるとか、そういうイメージになる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうですか。こういうなんかね、ジャズはこういうイメージですとか、シャンソンはこういうイメージですとか、ボサノバこういうイメージですとか、そういうのあったりします。もしあったらなんか教えていただけると。例えば僕の曲だったらこの曲はこういうイメージですみたいな、たまにね送ってくださる方いますよね。ハイウェイラブは夜の高速道路って、やっぱ僕もそういうイメージ作って、それが皆様に伝わってるからなんか嬉しいなと思うんですけど、なんか逆に他にこの曲はこういうイメージみたいなのありましたら送ってきてください。よろしくお願いします。では皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。まず2通連続で読ませていただきます。5つ目、リリーさんです。トキさんこんばんは。こんばんは。初めてメール送らせていただきます。ありがとう。リリースイベントお疲れ様でした。余韻に浸りながらメールを打っています。かっこ笑い。私はアニメイトの1回目、そしてオンラインの2回目に参加させていただきました。直前まで何を話そうかな、どうしようかなと思っていたせいか、自分の番が来た時挙動不審になってしまったのですが、それでもお話を聞いてくださりありがとうございました。トキさんとお話ができたことがとても嬉しくて、とても楽しかったので、また機会があれば参加したいです。もう1つ、ワンコの王子様からです。トキくんこんばんは。こんばんは。グロリアスワールドのリリーベお疲れ様でした。ありがとう。私も参加させていただき、ラジオでの楽しそうなトキさんが好きだと伝えることができました。その際にメール送ってと言っていただき、とても嬉しかったので早速送らせてもらいました。イベントではたくさんの方々とお話ししているトキさんが嬉しそうで、待っている間に緊張しながらも微笑ましい気持ちになりました。一人一人しっかりと目を見て会話を楽しんでくれているトキさんが改めて好きだなと思いました。しっかりと会話をしてくれる分、とても緊張しましたが、とてもとても楽しい時間となりました。もう一つ読ませていただきますね。ナッスンさんからです。グロリアスワールドリリースイベントお疲れ様でした。ありがとう。私はリアルイベントに参加させていただきました。声のかけ方であったり声のトーンであったりも
緊張しているであろう方などにしっかり合わせて受け答えしてくださっているのが伝わってきました。おお、ありがとう。対面だったりオンラインだったりお話しできる機会は本当に活力になりますし栄養源にもなります。あっという間というよりも思った以上にお話しできたなという感覚でもありました。終わってからは時くんつながりの友達とともにおしばきをして帰りましたが本当に楽しい一日になりました。素敵な時間をありがとうございました。いやこちらこそですよ。なかなか、みんなの声を直に聞かせていただく機会ってね、この仕事やってるとないじゃないですか。だけどアーティストっていうのをやらせていただいているからこそそうやって、リリースおめでとうございますっていうのを面と向かってねリアルも、リリースオンラインも含めてですけど直接僕に皆様の声で伝えてくださるっていうのは、なかなかこう、貴重な経験なんだよなってリリースイベントを毎回やらせていただくたんびに思ってて、いやその30秒の中でみんながこうね応援していますっていう気持ちをいろんな形で僕に伝えてくださるじゃないですか。本当に嬉しいなと思ってて、中にはねそうやって役者さんでもこう何を話せば何をこう伝えればいいのかがちょっと分からなくて得意じゃないっていう方もいらっしゃるし、確かにそれは得意不得意あるしなと思うんですけど、僕はそういうのが大好きなタイプの人間なので、率先してどんどんこう、意欲的にもっともっとやっていきたいなと思っております。何話せばいいか分かんないって本当そうだよね。なんだけど実際のねイベントの時にちょっとオープニングで話もしましたけど、やっぱね楽しいですっていう感情って表情に乗るし声色に乗るし、すごく伝わってます。だからこそ僕は、楽しいなと思うし、話せなくても全然いいんです。なんか僕の目を見て、なんかありがとうって思ってくれてるっていうのが実際にこう伝わってきますので、そんなになんか、こう肩肘張らずに、ありがとうございますって、僕も、言ってますけれども、楽しんでいただければいいかななんて思います。ただねその30秒っていう短い時間で、伝え切るのは本当に難しいから、そうだね、すごく なんだろうやらしい話だけどまた来てでまた話しましょう。全然何話しても構いませんのでね、目を見て話すって、逆に言うと僕が話せることがたくさん、僕が話しちゃうと30秒なんてあっという間に終わっちゃうじゃないですか。だからみんなの、言うことを一生懸命こう僕も覚えてなんか受け取ろうとする結果、みんなの目を見て、できるだけ多くのことをその今目の前の人から受け取ろうと思った結果、そうやってなんかみんなのことを見つめすぎているかもしれませんけれども、その時はご容赦ください、これからも何卒よろしくお願いいたします。あと俺癖なんですけど何々見てますとか今回初めて参加しますとか、何々めっちゃ素敵でしたって言われた時の癖で、お世話になってますって返しちゃうんですよね。僕の口癖なんですよ、お世話になってますって。こっちの業界でも普通にお世話になってますって言っちゃうし、お世話になってますって言うと、はいって困っちゃう子も結構いるんですけど、あれもう本当僕の癖なので気にしないでください。ありがとうと同じ感覚で受け取ってくれると嬉しいですよろしくお願いいたしますね。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。ラジオネームしほたろんさんからいただきました。ドキさんこんばんは。こんばんはです。先日パラドックスライブドープショーありましたね。私は昼の部のみ参加させていただきました。パラライのライブに参戦するのは初めてだったし、初の一人ライブ参戦でもあったのですごく緊張しました。今回のライブは3回目にして初めての声出し OK。 パラライは楽曲の中で声出しできるものも多いので声出しして盛り上がれて最高に楽しかったです。私はステージのほぼ真横の席だったのですが、トキさんはこちら側に来ると真横の私たちにもしっかりと手を振ったり客席を煽ったりしてくれて楽しかったです。
トークタイムでの MC もお疲れ様でした。自己紹介の時に北斎くんボイスを出してくれて、本当にトキさんから北斎くんの声が出てるとなんだか感動しちゃいました。アニメ用に撮った完成もアニメの中でどんな風に使われるのか楽しみです。もう一つ、かぼちゃプリンさんからです。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。先日開催されたパラドックスライブドープショー2023に母と親子で参加させていただきました。ありがとう。あかんやつらのパフォーマンス、とてもかっこよかったです。パラライの楽曲はどれもかっこいい曲ですが、あかんやつらの曲はノリがとてもよく、聴いていて楽しくなれるので大好きです。母も私もあかんやつら推しなので、全力で楽しませていただきました。ありがとう。パラドックスライブドープショー2023、パラライとしては3回目のライブになります。僕も参加させていただいたんですけれども、僕が結構参加を発表していただくのがギリギリだったじゃないですか。ちょっとね、スケジュールの兼ね合いもあって参加発表がギリギリのタイミングになってしまったんですけど、それでもね、北斎くんを応援してくださっている方がステージ上にたくさんいらっしゃって、とても嬉しかったです。来てくださった皆様ありがとうございます。ではあったんですけど、リハもね、結局5人全員では1回もできてなくて、ちょっとこうバラバラなこう練習にはなっちゃったんですけど、本番のリハーサルでもバチンってもうみんなで会いましたし、本番はもっともっとこう高ぶってみんなで最高のパフォーマンスできたんじゃないかななんて思ってます。今回はね、今までにない演出がたくさんあったんです。近藤さん演じる頭のもうなんだろう、ある種アカペラと言いますか、読書から始まって、ライブは始まるわけですけど、今回やっぱり一番大きなのは声出しがね、解禁になったっていうことだったじゃないですか。やっぱりこうね、パラライのあの8ユニットある中での一番の盛り上げ担当、祭りだって言ってる以上、やっぱアカンはそこの最たるものでなきゃいけないっていうので、どうやったら来てくれたねヘッズたちが盛り上がるかっていうのを、5人でめちゃめちゃ考えました。で、毎回こうね、タスクくんがいろいろこう盛り上げてくれるじゃないですか。実はですね、2回目あたりからなんですけど、どこにこう煽りを入れるかとか、ああいうの考える担当が実は私になっていまして、ウォンテッドバイブスっていうね曲で、こうウォンテッドバイブスの後こう降りてくじゃないですか。その時にオラオラ声出せっていうタスクくんのあれを、まあやるのは決まってたんですけど、そのどうやったらいいかなっていうので、その途中の最初に So what っていう So what っていう曲の僕たちが言うんですけど、それの間にタスクくんがこう、オラもっと声出せ、So wait、オラまだまだ足んねえぞって言って、どん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 こう階段上に客を煽ってったらおもろいんじゃないみたいなことを今回はこう提案させていただいて、で俺たちもそれに合わせてみんなにこうマイク向けたりとか、そういうことをこうやったらより盛り上がりそうだねみたいなことをやって、でみんなでそういう演出したりとか、最初のあかんやつらのウォンテッドバイブスの時、近藤さんが特集をしてて、後ろからバーンって光が出て僕たちシルエットになるじゃないですか。だったので、みんなに提案して、じゃあ今回はいつもはね、ウォンテッドバイブスの時に振り付けでうーって時にこう自分たちで牙のポーズ作って相手にこう噛みつくみたいなこう動きをするんですけど、その最初の今回のウォンテッドバイブスのシルエットの時だけは、俺たちは仁王立ちのストップモーションというか、頭以外の4人はピタッと止まってて、でこう仁王立ちして待って、マイクをこう片手に持ったまま微動だにせず、俺らについてキッキッっていうタイミングで光が僕たちにパーンって上からスポットで当たるんですけど、そこから僕たちがついてきなっていうタイミングで自分たちで親指で自分たちをこう指さすんですけど、そこまでみんなでユニゾンしてから動き出そうっていう風に
やったら綺麗にそれもまた決まってて、めっちゃ楽しかったですね。うん、あと夜公演の時の「そいやっさそそそいやっさ」っていう歌詞があるんだけど、あれの前って実は祭りだねなね、そいやっさ足の喧嘩は男のかな、はそいやっさそそそいやっさなの、本当ははなんだけど、今回だけはあれせいに変えてるんですよ。せいそいやっさそそそいやっさって、あれもそのライブのリハの時にここせいっていう風に言ったらみんなこのそいやっさそそそいやっさやってくれんじゃないっていう風にちょっと提案させてもらって、でエベックスの人にここそうやって書いてもいいですかって言ったら、あぜひぜひって言ってくれたんで、そのまあ年長組とこう和コード組とね、アカンって分かれてるんですけど、こう和コード組はそこでせいそいやっさそうそうそいやっさって言ってみんなにマイク向けたりして、盛り上げるっていう演出になったりとか、なんか毎回できることが増えていくから、すごく楽しかったですね。炎もね、昼の部では僕たちアカンやつらが使わせていただいて、めちゃめちゃ注意されたんですよ。やっぱアカンやつらって高ぶったりするから、どん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 前にねパフォーマンスしていったりしちゃうんですけど、あれも、うん、そのラインそのウォンテッドバイブスだけは絶対にそこから一歩出ないようにしようねって言ってみんなで気をつけてましたけどね。そうやりながらみんなでこう、演出を出し合って、客席そうですよね、炎を出すと客席もまあめちゃめちゃ熱いですからね。もう口の中の水分全部持ってかれんじゃねえかぐらいの老流の5倍ぐらい熱いですからね、あれ、はい、でも本当に皆様のおかげでめちゃめちゃこう盛り上がるライブイベントになったんじゃないかなって思いますので、引き続きパラライアニメもありますのでね、よろしくお願いいたします。さあ続いてです、マヨリンゴさんからのお便り。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。吸血鬼すぐ死ぬ2キャラクターソング入りサウンドトラック2の視聴が公開されましたね。福間さんのキャラソン、名乗しがたい可愛いものを聞きました。お猫様への愛を歌っているはずなのに、どこか宗教的でクトゥルフ神話のとあるパロディ曲を思い出すキャラソンでしたね。視聴を聞いた後、心なしか産地が減った気がします。もしよろしければ収録の裏話お聞きしたいです。そうですね、吸血鬼すぐ死ぬのアニメがあるんですけど、それのキャラクターソングがありまして、それの第2弾っていうところに福間さんの、キャラソンで僕参加させていただいて、で名乗しがたい可愛いものっていうタイトル、どんなタイトルやねんっていう曲歌わせてもらったんですけど、そうですね、マヨリンゴさんのおっしゃる通りやってんなっていう感覚で、仮歌を聴かせていただきました。曲を聴いて、多分マヨリンゴさんは多分これは分かってる文面ですよね。宗教的でクトゥルフ神話のって結構いろんな返信とか反響を聞くと、クトゥルフのやつじゃんっていう人が結構いらっしゃいました。でもね、実はあれ元はクトゥルフさんの楽曲はが最初ではないんですよ。クトゥルフさんの例のあの曲も実はとあるある種宗教的なというか、主に十字架系の宗教の聖歌があるんですけど、その聖歌でこの楽曲がもともとあるんですよ。それが一番最初で、それをそのクトゥルフさんのとあるコンテンツさんがオマージュしてインスパイアして作られたのがとある曲があって、そういう世界観のもと我々もインスパイアして作らせていただいたのが今回の名乗しがたい可愛いものでございます。だから一概にクトゥルフだっていうわけではないんですよ、で歌わせていただいたんですが、そうですね、せっかくだからやっぱり人ならざるものっていう感覚を皆さんに全面にこうちょっと伝えたいなと思って、仮歌をこう聞きながらどうやったらよりちょっと
異質な曲になるかなっていうことを今回その演出として僕も考えたんです。まずやっぱり僕がよくこうね歌うときに声を揺らせて揺らすじゃないですか、ビブラートとか使わせていただくんですけど、福間さんはそれがない方が人っぽさが出ちゃって嫌だなと思ったんです、声を揺らすのが。だから極力無機質な歌い方で調整していこうかなって思ったのがまず1点。あとこの曲多分カラオケとかに実装されて福間さん通りに歌ったらとあることが起こるんです。息継ぎがないんですよ。この曲できるだけ息継ぎをせずに息を吸うっていう音を極力減らそうと思って作らせていただいてるんですね。ちょっとそういう風にやってみようと思って僕が提案をさせていただいたんですけど、そしたらあ、じゃあそういうことをしてくださるのであればこうしましょうって言って、実際に出来上がったものを聞いてイヤホンで聞いていただいたらより分かると思うんですけど、福間さんがアニメで突如現れるシーンがいっぱいあると思うんです。どっから出てくるんじゃみたいな、そういう演出よろしく、いろんなところから福間さんの声が聞こえるような演出になってますので、ぜひぜひちょっとね撮ってくださる方と僕たちとで、手この手で福間さんを表現させていただいたので、楽しみに待っていただきたいな。もう出てるのかこの頃には、そうか昨日ですね、6月7日にリリースされていますので、ご興味ある方ぜひ、聞いていただきたいなと思いますし、個人的に森本さんも他の曲気になるっておっしゃってたんですけど、僕はですね和彦さんのワイダンおじさんのねライムライトワイナリーってもうねこの曲ずるいんですよ。もういろんなあの手この手でねワイダンのワイの字がいっぱい入ってくるんです。ふざけてんのかって、ふざけてるんですよって話なんですけど、なんですけど和彦さんのお声でめちゃめちゃおしゃれなジャズ調でワイダンおじさんが歌われてるんです。もうねどんな言葉言ってもエッチにかっこよく聞こえるんですよね。いやーこれはちょっとずるいなと思ったんですけど、でも福間さんもそれに負けじと頑張って収録をさせていただいたので、いっぱい聞いていただきたいなって思います。他のね比内地の、床の下から夜明けの街へっていうのと、ロナルドさんの分かってたようなフルバージョンも全部いい曲なので、たくさん聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。お便り引き続きお待ちしております。宛先は time@joqr.net までお願いします。お送りしてまいりました土岐俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送土岐俊一ラジオタイムウィズユーまで、メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで、タイムの綴りは TIME です。この番組は YouTube 土岐俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは番組 Twitter のお知らせをご確認ください。続いて僕土岐俊一からのお知らせです。僕のサードシングルグロリアスワールドが発売中です。そして僕と白井雄介さん石井貴秀くんが出演している声釣りは BS 朝日にて毎週月曜夜11時24分から、東京 MX で毎週土曜深夜3時30分から放送中です。ぜひチェックしてください。最新の声釣りはこの間 SNS にもロケの写真あげましたけど、最高の環境で最高の経験ができたと思っております。ただちょっとした失敗もあったりとか、ぜひぜひ。でもまずあれですね、次の回も多分ゆうすけさんとこうちゃんの
ゲスト会になるのかな。それもいろいろ楽しんでいただきたいと思います。こうちゃん初のお魚を3枚におろす経験が、ありますのでお楽しみに。はい、ということで217回お送りしてまいりましたが、さすがに気づいてなかったなっていうのが一個、そのキャラソンのね、福間さんの名城市が大かわいいものっていうのを SNS でお願いしますって言った後、僕ホームアローン見たくなるなって言ったんですけど、実はそのさっき言ったクトゥルフさんの例のやつがインスパイアされた本当の大元の成果のやつ、あれね、僕一番最初の出会いはホームアローンの作中の成果なんです。どんな曲なのっていう風に気になる方は、まあ、自分でそれを調べていただくか、ホームアローン1のクリスマスの時に主人公が教会に行った時に流れてる楽曲がそれなので、ぜひちょっとさすがにそのリプで、あ、ホームアローンに流れてましたねっていうリプはさすがになかったんですけど、その気になる方はぜひそこを見ていただくと、ホームアローンしかも面白いのでね、まあ、ぜひ見てください。面白いので、はい、ということでお別れのお時間です。この時間のお相手は土岐俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。